いやあ、金越してルシファーです。今日は、新数学演習の古い方から極限の問題を取ってみよう。じゃあこれね。えっ、ー、と、8の1番、次の極限値を求める、カッコ1、X は無限大のときの、ログ X 分のログ A プラス、X、ログ AX プラス B、確か A は0以上、B は0、A は0大きい、B は0大きいのと、 という直ようのまず8の1のカッコ1しかありませんカッコ1は、えー、ログログ AX プラス BB というのは B というのはこれは1プラスログロログ、X、ログ、X、分のログ、えー、A プラスエ X 分の B だからこれ,これは明らかこれこっち、こっちが無限でこっちが0だから、えー、とこ,こっちが 6A に,に収束するまあ無限になると1だよね。はい 1>, 1はい取れた、はい。答え。答えか。か括弧に、えっ、ー、と、括弧リミット n 無限大の、えー、と1から n を和,和,和かける 1, 1の4乗かける n の4乗まで和分の1、2乗から n の2乗ま,まで和かける1、3乗から n の3乗まで和,、えー、和の掛け算のけ算のリミットを取ったらどうなるという問題。括弧には、えっ、ー、と、

イコールえー、っとえー、っと二分の二分の一かける二分の一かける二の一かの二次二二二かちょっと一あ、大した大分えっなえっとえ五、ーえー、分,分の五分の一かるの五分の一かける、A、のえのごじっえのっきりえのごじっきりえのごじっきえのごじっえのっきどうしようかなちょえっとりき方えきりえのごじえきええっと 2分の 1n の二乗プラス n の1、1、1、1、1、一1、一1、1式、1、1か、かけることの、えー、5分の 1n5 乗プラス n の, n の4次式 n の4次式4次式分の、えー、と 3, 3分の 1n3 乗プラス n、n2 次式 A の二次式かけることの4分の,4分の1、の四乗プラス、えー、と N の三次式だから、3次式だから、これ、これ、これのの無限大の極限はえ、えっと、それぞれの七乗で割って、の無限大の時ときは、えっと、2分の1かける5分の1分の3分の1かける4分の1だから、えっと、6分の5ですから、これ、こうなりました、6分の5い はい、答え、はい。答え、はい。えー、私の天体図こうなって、カッコ1は1だね。カッコ2は6分の5になりました。えー、3分30秒ぐらい取れたから、えーと、じゃあ、ちょっと書いておきますか。8の1番、カッコ1、カッコ2、えーと、8の1番、C の20分問題ですか。えーと、カッコ1は1で OK、よし、OK、問題なし。カッコ2は、カッコ2、これ、これ、あの、これ、 これ機器じゃ,なく機器じゃダメですからね6分の5で OK なんですけど、これちょっと待って、あの、ああ、ちょっと待って、これ、あの、私、N の四次式も知ってるんで、N4 乗までの、1、N、一4乗から N4 乗までの和の式も知ってるんですけど、あれ、これだ、これいいのかなちょっと待てよ。あれ、どうなんですかね、これ。ああ、区分急積法の方がきれいか、そうか、そうだよな。 どうですかちょ,ちょっと待って、ああ、そうか。私、あの,こ,こ,のこの辺りの講師は危機だったんですけど、ちょっとダメですか、これ、ど,どうですかね。ちょっと待って、うまあ、答え出すだけだったら、これでもいいかもしれんが、うーん、どうしようかな。まあ、確かに確かに、区分求積法の方がきれ,いきれいというか、そっちの方が楽勝ですね、確かにね。うーん、えっと。 まあど,うどうしようか、ちょっと、まあ、またちょっと釈然としないですね、ちょっと。括弧に,に n 1四乗か n 四乗までの足し算の和が5分の 1N 乗プラス4の四次式って知ってるんですけど、あのと,と,いというか、1の1 1の M 乗か N の M 乗までの和っていうのはあの、n e、M プラス1分の n, n, n の M, M プラス1乗プラス、M、N の M 次式って、あの乗プラスの次式って、 やつあるんで、まあ、どうかな答え出すだけやったらいいんだよ。どうしようかな。まあまあいいかでで。答えは出たんだけど、ちょっと釈然としないとこ残っちゃってごめんなさいね。じゃじゃあこれで終わり。じゃあまたね。バイバイ。